さあ次はこちらですね、タカラトミーのブース。タカラトミーブース内のこちらがトランスフォーマー1、正面にはでっけえバンブルビーと、この人はエリータが展示されています。売り物じゃないけどこういうでっかいやついいよな。トランスフォーマー1のおもちゃなんかもすでにもこんなに出る予定なんだね。この辺10月販売だったり、ここら辺はもうすでに出てるやつなんだね。オプティマスもあってもうポーズの決まり方がすごいな。ビークルモードからロボットモードでトランスフォーム、なんかプロポーションがすごい、やっぱりアニメチックでかっこいいね。で片膝ついてるこのポーズ、なかなか変形だけじゃなくてポーズにも力入ってるというか、だいぶしっかりとポーズ取れるっぽいわ。バンブルビーだったり、こっちもまたアルティメットパワーチェンジオプティマスプライム、なんか段階踏んでサイズ変わってるね。物としては同じだけどサイズがでっかくなっていくんだ。おもちゃオプティマスとでっけえオプティマス、バンブルビーたちもでかいなと思ったけど、さすがにスケール合わせたのかこっちのオプティマスの方がだいぶでっかいね。であとこれはメガトロンだね。メガトロンもだいぶでっかいわ。それぞれポーズ決まってるのいいよな。でこの辺はワンのやつではないけど、あー懐かしいというかこれ普通に持ってるわ。ライオコンボに懐かしいな。これ僕世代だからな。顔立ちがライオンとかビーストモードの顔立ちいいよな。これ最近発表されたやつだね。スパイダーマンとゾイドのコラボ。スパイダーマンが雲型のメカに乗っていて、これ結構小さいねサイズは。一応腕の交換用パーツなんかもつきつつ、雲型メカの上にスパイダーマンが座っていると。あ、なんか膝あたりとか可動があるっぽいねこれは。ブラックバージョン、あれベノムではないか。黒いスパイダーマンなんかもありますよ。そうめんスライダーすごいな。レックウザが水吐いてそうめん流れるんですよ。自分の体にそうめん流してるんだ。なんかシュールだな。続いては香港パビリオンの中の一角にあります。これねワンフェスでも置いてあった、フィグゼロのかまど炭治郎、6分の1スケールで体服だとか羽織が布になってるっていうやつね。背中にちゃんとねずこちゃんが入ってるであろう箱を背負っている。呼吸のエフェクトもつくし、この辺がまた細かいね。鬼の血を集めて玉代さんに渡すためのなんかやつで、多分その上にあるやつが口元に持ってくる呼吸エフェクトだな。他にもトランスフォーマー関係展示されていますね。あービースト覚醒のねオプティマスプライマル、やっぱりこれサイズいいね。あとはミラージュもあるんだね。サイズ合わせてあるかもしんないからミラージュと並べるとこのまた迫力がいいね。続いてこちらマーベルレジェンド、ノーウェイフォームのゴブリンが使っていたパンプキンボムだよ。1分の1サイズっぽいね。あとこれもなんか多分かぶれるやつだよね。アイアンマンのマスク、目のところ発光するんだろうし、多分横のところ顔がパカッと開くんだろうね。で他マーベルレジェンドのフィギュア関係、ユニコーンと寝てるデッドプールだったり、昔のウルバリンかな。あすごいいいね、このシーン再現できるんだ。素顔アメイジングスパイダーマンだったり、1作目のトビーマグエアの顔、スパイダーマン関係だったり、赤カーネージもいるね。こちらのブースは日本おもちゃ大賞2024ってことで、いろんな受賞したおもちゃが展示されています。あらかわいいカービィちゃんだ。これアクスタ×パズルなんだ。なるほど、完成するとアクスタができるって、これでキャワイイやつができるんですね。とスポーツヒューマンキメロスーパーダンク、人形飛ばしてこうダンクシュートするみたいな、そういう感じか。他にもなんだこれ、ゴールを決めたり大車輪だったり、なんかいろんなスポーツのがあるんだね。でこれルービックキューブ、あーなるほど、今更ルービックキューブって思ったけど、なんかこう組み替えで色数変えることができるんだ。なるほど、これで簡単にすることもできるし難しくもできるってことね。あーなんか一個だけブロックでっかくしてなんか動きにくくするみたいな、そういうこと。ルービックキューブも進化するもんだな。そしてキャラクター部門にも早速入ってますね、仮面ライダーガブ。発売前に受賞するってことあるんだ。いろんなご地蔵と、なんかアメちゃんがたくさん並んでる、グミではなくてアメちゃんがずらっと並んでるね。変身ベルトガブがキャラクター部門の対象なんだ。ご地蔵噛んでいない状態もあるね。本当に見た目獅子舞だよな。ほっほっほっ、おかげさまで11周年。はい、というわけでね、東京おもちゃショーを見てきました。締めの言葉というかな、エンディング部分なんだ。すごくちょうどいいところにねエンディング産業店っていうのがあったからね、多分ここがエンディング撮るべき場所なんだろうなと思って撮ってます。まあそんなわけで、ちょっと今回ね動画もいくつかに分けてあるかもしれないけど、まあなかなか楽しかったんでね、ちょっと天気がねいろいろやばそうなんだけど、また来年とかもね機会があったら来たいなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。エンディングでした。